ピピピピピピピ。シナプシュ。はい、プシュ。シナプシュチャンネルです。プロデューサーの飯田です。よろしくお願いします。さて、月歌解説第2弾。2020年10月から2021年3月の下半期ですね、の歌を一気に解説していきます。ふわふわ10月の歌は真っ赤赤秋ピッ真っ赤赤秋、真っ赤赤じゃないです、真っ赤赤秋この歌は2020年の歌の中で最初にぐっと季節感を色濃く出してきたのがこの歌です。夏が終わって冬に向かっていくあの時期の何とも言えないこう本当に絶妙な時期をすごく上手に描いてくださっています。歌はですね、桜の歌でおなじみの川口京吾さん今歌おうと思ったけど出てこなくなっちゃった川口京吾さんが歌ってくださってます。あの子供たちの大好きな破裂音パピプペポの言葉がポワッパピップポーみたいな歌詞があって、そこがすごくやっぱり子供たちの反応がすごい良くて、あのうちの息子もねこの歌が当時はこの歌が一番好きでした。アニメーションもなんかこれそれまでの質感とはちょっと違ったつるっとした質感なんだけど、なんだか温かみのある作りになっていて、久保田誠さんっていうアニメーターの方なんですけど、建物に目と口がついて歌っていたり、あとねこうよく見るとこう犬が車から顔を出してたりとか、そういうちょっとした仕掛けがあったりもするので、あの細部にわたって見てほしい一曲です。真っ赤赤秋。次、11月、これはね女性人気がすごい高かった歌で、そうそう、食べたいっていう歌です。坂本美雨さんが楽曲提供してくださってます。もうとにかく世界中にはこんなに美味しいものがたくさんあるんだよって、みんなも大きくなったらいろいろ食べようねっていうメッセージが込められた歌で、小籠包、マリナーラ、ジンギスカンでしょ、スリランカのティータイム、ジョーおじさんのピッツァ、どんどん出てくる。しかもこれが全部実は実在する食べ物で、そんなこともちょっと調べてみたりするといいと思います。食べたい食べたいっていうあの繰り返しのフレーズもすごく心地が良くて、大人人気若めの歌なんじゃないかな。そうそう、食べ物として世界を見るっていう。だって私この歌でなんかあの桃のスープって初めて知った。私33歳ですけど、この年になってもまだ知らない食べ物ってあるんだなと思うと、すごいやっぱ世界って広いなって思って、なんかそういうのが子供たちに伝えられたらいいなと願うこの歌です。食べたいはアニメ吉岡美希さんが作ってくださってるんですけど、これも色合いもねすごい素敵。実は大衆チェックの時にジンギスカンのところに羊のイラストが書いてあって、でこれ坂本美雨さんと一緒にチェックして、ジンギスカンで羊のイラストは生々しいよねってなって、あの肉を焼いているアニメーションに差し替えたっていうエピソードもあったりします。そんなところまであの細かくチェックしてね、みんなで作っています。次12月来ました、平木教授作詞案件あの上々ですっかり味を占めた平木教授がですね、次は演歌だと、赤ちゃんに演歌なんじゃないですか飯田さんということで、これも ある日突然作詞したものが送られてきたんですけど、上々のラップの時より頭を抱える感じの、ちょっと、ね、難しすぎたんですよね、ハイコンセプトすぎて、こうあいうえおが順番になってこう歌詞になってるんですけど、最初もうそれがもう結構ひっちゃかめっちゃかで、難しい単語がありすぎたりで、まあこう何度も平木先生とやり取りしながら歌詞を直していった思い出があります。アニメーションは水井かけるさん、平木先生のこだわりもあって、こう白黒の世界にこうぶわっと虹色の絵が色が広がっていくような作りになっています。二重虹って言って虹が二重に出る空のことを歌っているんですけど、二重虹って虹がこう2個出るときって、その普段の虹の色の構成と反転した色の構成になるんですって。私も知らなかったんですけど、平木先生がそんなところまで細かくチェックしてくださって、アニメーション上もちゃんと二重虹が、色が反転した虹が描かれているので、あのぜひチェックしてみてください。次、2021年になりまして1月の歌、お食い初め。
もうとにかくね、めでたい歌が作りたくて、1月っていうこともあって、勢いのつく歌をフィッシュロックバンドっていうんですかね、漁港さんっていうあのロックバンドに頼みました。実際に魚屋さんを営まれていて、本当にあの魚を愛していて、そのお魚の食育をこう歌ってくださる方々です。歌の歌詞の中にもこうお魚をこうね、お頭付きのお魚をバリバリ食べて元気にやっていこうっていう、かなり力強いメッセージが込められています。漁港のお二方とメールすると、飯田さんいつもありがとうございますのマスが魚のマスになってて、ありがたいですのなんかタイがタイになっててとか、もうなんか使える漢字、魚の漢字はもう全部随所に使ってくるっていうのがあって、あ、そうそう、それでなんか私もその漁港の方々に返信する時だけは真似してこう魚の漢字をこう随所に散りばめて返信してたら、あのパソコンの履歴にそれが記録されちゃって、なんか全然関係ない人とかにもなんかありがとうございますとか言ってやばい人みたいな。しばらく日常生活もこれでブームだったよね。そう、あれブームでしたね。すごいね、なんかいいなと思って、なんかそのポリシーを貫く姿勢ってかっこいいなと思いました。おめでとうございます。次、2月春松ワルツ。ピッ、毎日シナプシューでいろんなところでエゴサーチしまくって、まあその皆さんの感想を見たりしてるんですけど、とある日あの東郷清丸さんというあのアーティストさんが、自分もシナプシューの楽曲作りたいみたいにこう普通に心の声としてつぶやいたんだと思うんですけど、もう私がもうハゲタカのようにそれをとっ捕まえてですね、事前に東郷さんの楽曲のテイストとかサウンドも調べて、あ、この人とやりたいと思ったから連絡はしてるんですけど、すぐあの連絡させていただいたら、なんかまさかこんなスピード感であの本当に連絡が来ると思わなかった、若干引いてたんですけど、でもうすぐ会いに行って、東郷さん自身があのちょうど子育て中のパパでいらっしゃったので、あのぜひご自身のお子さんに捧げるようなこう歌を作ってくださいっていう風にお願いしました。とても柔らかい雰囲気の方で、あのそれがこの2月っていうまた微妙な季節の春を待つこう温かい優しい気持ちが歌に出ていて、すごくこう素敵な作品です。アニメーションは水江未来さんっていうあの大御所の方にお願いしていて、とってもあの丁寧に作ってくださって、抽象的な表現がすごく上手で、途中なんかこう音がねヨヨヨヨヨヨヨってなるところがあるんですけど、そこの表現が私はとっても好きで、うちの子もそこで結構よく 笑います。3月、2020年度最後を締めくくる歌は Ready to Rock and Roll という、ちょっと発音して Ready to Rock and Roll、 本場のやつです、これがね。 Ready to Rock and Roll という歌は初めてシナプシュが挑戦した全編英語の歌詞です。で、もともと0から2歳児っていうことで、その言葉の壁みたいなのってもともとない世代なのかなと思っていて、英語の歌もやってみたいねっていう、イギリス在住のコキアさんという女性アーティストの方に作っていただきました。コキアさんとの打ち合わせは常にね、夜遅い時間でしたよね。時差を、そう、時差を感じながら制作を進めたのもすごくいい思い出です。年度の変わり目っていうこともあるので、レディートゥーロックロール、要はいい準備はいいかいっていう、その体を動かす、来年度もみんな盛り上がっていこうねっていう弾みをつける歌になってます。春を待ちわびる、体動かしたくなるよね、うん、うずうずする感じの歌ですよね。アニメーションは稲葉麻里さん、切り絵でアニメーションを作られる女性作家さんです。アニメの中で卵が割れて、ひよこになって、鶏になって、ってアニメーションの中にも成長があって、で、あと切り絵ならではの影があるんですよね、アニメーションの中に立体感が出て、あのまたこれまでのシナプシとは違った質感があそこで見せられたかなと思ってます。稲葉麻里さんはですね、すごいおっとりした性格の方で、今もあのブーブーは行くよっていうコーナーをお願いしたり、これからも新作をお願いして、あのお付き合いをしていこうかなと思っている作家さんです。さて、終わりました。2020年、口がカラカラだ。どうでしょうか、シナプシュのオリジナルソング。あの次の第3弾は2021年度の歌を解説していこうかなと思うんですけど、こんなジャンルの歌も聞いてみたいよとか、あのもしリクエストがあれば
私はね、ちょっと今やりたいなと思ってるのはそのシャンソン、フランス語。あのぜひそんなこんなジャンルの歌ありますよとか、まだまだこういうテイストどうですかみたいのがあればコメントでお待ちしています。では第3弾の配信もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございます。プッシュー。